はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エイティブログです。ダダーン。車を買いました。アウディ TT のスポーツカーを買いました。すごくない？借金して買いました。はい、嘘でーす。はい、僕らそんなお金持ちじゃないです。そんなにお金がない。今日は、エニカというアプリを使って、このアウディ TT を借りました。そうだね。めっちゃ楽しみにしてます。で、今日はちょっと愛知県のドライブをしたいと思います。まず向かってるところが視聴者さんから紹介されたドイツのパン屋。そうだね、山奥に何にもないところにドイツのパン屋があるらしくて。なんであんなところにあるんだろう。いるでしょうね。それに今最初に向かってます。行きましょう。行きますか。はい、みんな発生した速やかにコンセントからプラグを抜きましょう。いい？準備できた？できた。はい、じゃあ出発。やっば、上がりますね。さすがドイツ車。さすがアウディ。ちなみにそのドイツのパン屋さんは何？ドイツ人がやってるの？山奥で。あ、違うよ。なんか優しい日本人の夫婦がやってるらしい。日本人の夫婦がドイツのパン屋さんをやってる。そのストーリーを知りたくない？なんでドイツのパン屋さんを作ろうと思ったの？だ、多分ウェブサイトに書いてあった気がするな。ウェブサイトで調べてみるね。あったよ、あったよ。読んで。いやいや、事故るよ。今運転中です。こう集中集中。レナが読んで。読めないんですけど。みんなに教えてあげないと。はい、ドイツパンのお店、うん、ベケライミンデン、ドイツ北部ハノーファーなんとかに、うん、青なんとかな田舎町。日本語読めなさすぎて。ミンデンがあります。私はここで実際なマイスターの下で、うん、出向しました。修行、修行。思い出の多いこの町をお店の名前にしました。美味しいパンを一つ一つ、うん、なんだっけ、真心込めて、なんとか、なんか見たことある感じだけど、なんとかに焼き上げます、うん、以上です。あ、丁寧にじゃない。いや、違うと思うよ、これ丁寧にじゃん、合ってるよ。え、丁寧、うん、じゃあそういうことね。サマリーすると、ミンデンで修行したから、はい、パン屋さんの名前をミンデンにしました。本場の味を損なわないように丁寧に作ってますみたいな感じで。山の奥にあるのにめっちゃ人気があるから、うん、早く行かないとパンが売り切れる。あ、そういえばこの道にすっごい美味しい蕎麦屋さんがある。ちっちゃい時家族でよくこの道通ったことあって。あー、私高野両親と一緒に行ったことあるよ。え、俺行ってないよそれ。そう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 。どういうこと？え、どういう、え、お父さんお母さんレナに行ったの？そうそうそう。なんで俺行ってないの？なんで俺ハマにされてるの？え、高仕事でしょ。あ、平日に行ったってこと？そうでしょ。おい、俺も連れてけ。うまいよね、あの蕎麦屋さん。めっちゃ美味しい。ちょうどこの道の通り道だから、寄ってみる。パン屋さん行く前に、ああ、ランチ。オッケー、じゃあ早めのランチ。それだね。そう。まあいいや。これでーす。やってるね。私が読んだら、ヤイウマって書いてあるよ。反対だからね。行きますか。お邪魔します。すごいね、大盛りにしたら3段いっちゃってる。ありがとうございます。おいしそう。焦げも上機でかい。すごいね。はい、ありがとうございます。うわ、うまそう。
ただきます。食べてみました。大盛りがいらないということは普通盛りでよかった。私はしてたよ。教えてくれないからいつも。うん、聞いてくれないからいつも。ごちそうさまでした。やばい、狭い山道に入ったね。すっごいワインディングしてるから全然スピード出せない。これは今から26キロ続くと思うよ。長っ。おいおいおい、気をつけて走って。今まで無事故、無免許、無免許、無免許、違う無免許だった。やばいやつ。無事故、無違反、ゴールド免許だから大丈夫。本当かな。パン、これこれ、ミンデン、100m 先。ベッケライって書いてある。ベッケライ、そう。どういう意味なの、ベッケライ。ベーカリー、ベッカガイ。ああ、これだ。あ、ここ。は？こっち。え？違う違う、90m 先だ。ミンデン、かわいいね。何を通り過ぎた。さよなら。あれね。遊んでるバーじゃないよ。通り過ぎちゃいました。U ターンしてください。そうですね、そうですね。これだ、これだね。でもミンデンって書いてあるから違うかもしれないよ。すらないか な, な, いかな。青に下わかりました。大丈夫かな。すごいね、本当になんか田舎のいい景色って感じだね。あれ行き止まり、違うでしょ。違う、あっちだ。ミンデン、あ、下にミンデンって書いてある、うん、書いてある、ここだな。あそこだね。それ、その建物。レナさん、車が変な音をしてるんですけど、道が狭すぎてアウディのティースケ君が危ないよって言ってます。ここかな、これだね多分、うん、あ、ここだ、絶対ここだ。なんでそれをさっきに間違えたの。え、本日は終了しました。それはちょっと